ば、ひどい出会いだった。初めてラブレターをくれた相手がちょっと可愛げな隣のクラスの女の子で、思春期真っ盛りの俺はその内容に不死だらな期待を抱いてはいた。それは事実だ。しかし、会った瞬間に蹴りをかまされるほどではないはずだ。いただき、ステーキ。てめえ、このクソアマ、何しやがる。あれ、いつもなら一発で気絶させられるのに。タフですね。嘘なこと言ってんじゃねえ。初対面の相手に蹴りかましやがって。血が足りてない？脳みその間違いじゃないのか？いえいえ、血なんですよ。あなたの生命力の強そうな顔色を見てるとお腹が空いてすいて。すみません。こいつ、マジで噛み合わった。つまり？私、吸血鬼なのに血が苦手なんですよ。とはいえ血ではなくても生体エネルギーであれば摂取は可能なんです。おい。なので今までは汗やら唾やらでしのいでたんですけどね。おい。やっぱ血が一番手っ取り早くてですね。おい、血最高野郎。やだな、野郎じゃないですよ。うるせえ、てめえの妄想に付き合ってられっか。妄想？信じていない感じです。でしたら、これを見たら信じていただけるかと。本物なのかそれ。あの、これで信じてもらえましたかね。私、その、本当にお腹が空いてまして、汗でも何でもいいんで分けてくれませんか。ちょっとで構いませんから、お願いします。分泌物なら何でもいいんだな。え、くれるんですか。おお、いいとも。ただし汗じゃなくて精液な。